君の望みを叶えよう。分かっちゃいねえな、ミスターチェイン。繋がれし者か、私は。やろうとしてるのは所詮喧嘩だぜ。始めるというのか、この場で。お前は今両指を繋がれているんだぞ。それに済まなかった。今追いついたよ。バケにはいかねえな。はあ、なるほど。手に怪我をした際、止血のため脇に物を挟むのは内側の動脈を止めるためだ。両脇をきつく締め、動脈の血流を止める。血の気のない腕も指も徐々に細り出し、やがては。体重を乗せることはなかなか。来いよ。そしたらさ、引っこ抜いちまったんだな。力で。そこをどくんだ、カックス。どいたさ、そりゃすごかったのはその後さ。こう、わかるかな。こうバサッて、ほらタオルとかで、うん、その後こうってたよ。いや、第2の目撃者、アメリカ出身エドワード・バカラ。規則とかさ、法律とかさ、そういうのに縛られないって意味だと思ってたわけさ。見たまんま、誰でもわかることさ。ないよ、そんなやつ閉じ込めるとこなんか。そう、彼は起き上がるのを待っていたよ。その時だった。起き上がりざま、バキがカーフキックを走らせたんだ。素早いんだよ、あんな体してて。私はね、自分の耳を疑ったよ。その時のオリバー？さあ、わからないよ。最強ビスケットオリバーの全力、5年前と同じ。その差が分からぬほど隔たる実力差。あれが始まっている。液化して、まるで水のように、ついにはここいっぱいに。私がその変化に最初に気づかされたのは床だった。伝説は知っているが、もちろん初めて目にする。その鍛錬によってのみ形成される悪魔の顔、ここに重なったのだ。誰もが知るあの男、武蔵宮本に。遅いぞ、バキ。年長者をそんなに待たせるものじゃない。かつて見た日本の映画、一瞬で決する明暗。ミスターオリバも少年の変化を十分認識していた。スイッチを押してしまったようだ。行かせてもらおう。前に出ようとしたんだと思う。西洋人である我々には見ることすら叶わぬハイレベルなバトル。いいですか、タイマーをスタートします。ヒット。この時すでにオリバがブラックアウトしていることを
その後の映像が示しています。オリバが無抵抗じゃないか。ミスターオリバの意識がなかったからです。映像の彼は立っているではないか。戦おうとしてるじゃないか。やはりハンマの血、期待しててよかった。著書の中でノーレッド・ランダー氏はこう述べている。ナイフが飛んでくる、信号発信。しかし意識はまだ 0.5 秒後から意識するまでのほんのわずか 0.5 秒間は無意識。やりたい放題というわけで、片時も気を許せぬ日常、そして五体に流れるハンマの血、それらがお前に 0.5 秒をギフトした。私には必要ない。なぜなら私には。なんだいこりゃ、なんだいこりゃ、球体ボール状になったんだから。人間がほらいるじゃないですか、動物のアルマジロ、あれですよ、まさにあれ。それがね、これじゃあね。バキ、驚いてましたよ、表情からもありありと。飛び後ろ蹴りですよ。以前ミスターの食事の世話をした時のこと、何本ものワインも空になり、ミスターも上機嫌でした。なんと力こぶが移動を始めたんです。やがて肩へ達し、力の入れる箇所を順番に変えて、まるでコブが移動するように見せるパフォーマンス、マッスルコントロールというものですか。バキが弾かれたのはその能力のせいでしょう。シノギ・クレハ、彼がやったことも同じ、多分破り方もね。やってみろ。他の方法もなさそうだしな。ポリススクールの頃、体重60キロの先生が見せたミラクル。チョップの動作に稼働する関節、実に数十箇所。これは同時に数十箇所のクッション、完全に固定化できたなら60キログラムの鉄球になれる。ボーリングの玉程度なら割れて当然。私もまだ途中段階に過ぎぬ。5秒、10秒、いや3秒だったかも。とその時だった。あのシーンには心底度肝を抜かれたよ。これも戦い。似ようが焼こうが踏みつけようが、ルールのあるリング上の試合なら私の一本貸しといったところだろう。危険を回避してくれるレフェリーもルールすらもない。ならばこの喧嘩終了を誰が告げよう。だろうな、終われるわけがない。俺たちは深く関わりすぎた。どちらかが負けを認めるか、あんたは今はっきりと弱みを見せた。ボールが縮まっていく。応じて使うなんてよ。片手はおかん。お互いこれ以上何ができる。小細工を弄して勝ったところでさほど意味はない。アメリカ合衆国最強、殴り合おう。正面からだ。足を止めて男らしく堂々と。オリバーは笑うしかなかったと思うよ。絶対に打ち合うな。殺されるぞバキ。ボクシングがなぜ17階級もあるのか考えてみろ。ミドル級程度のお前がミスターと打ち合うなど自殺行為なんだ。分かったよマイケル、分かった。やる価値十分ってわけだ。この惑星誕生以来の最強のぶん殴り合い。3人が3人見られなかったんだよ、すごすぎて。それは技で勝つ、知恵で勝つ。違う、それは力で。真正面だけ、逃げずに
真後ろへ、向こうの壁へ、壁の向こうへ。誰が言うともなく全員がキャップを取っていた。膝のつきたくなるような。ノー、追い詰めつつではない。アメリカが、顔を上げてみたらさ、もう自分の前には誰もいない。